フデミーだ。どうもおっさんでございます。おっさんはですね、今アントワープの中央駅ですね。久しぶりですね、ここへ来るの。前回来たのはあれですね、オペリンゲ行った時にアントワープに泊まったんで、ここは来ましたけど、ここ久しぶりでございます。半年ぶりぐらいかな。5月に行って今12月ですけどね、本日は12月の11日でございまして、先月ですかね、11月の末にですね、ドルトムントの方に行きまして、クリスマスマーケット見てきたと思うんですが、今回はですね、こちらアントワープとブリュッセルのクリスマスマーケットに見に行きたいなと思います。よろしくお願いします。いや楽しみですね。クリスマスマーケットでね、デンハーグにもあるんですけども、ちょっとしょぼいんですよね。まあでもソーセージ食べれるから幸せになります。そうしましたらいろいろ見ていきましょうかね。よろしくお願いします。それではレッツゴー。はい、というわけでアントワープから、ここからね、歩いて行ってもよかったんですけども、いつものごとく電車が30分ほど遅延しまして、歩いていくよりトラムで行った方が早そうなんで、トラム乗っていきましょうかね。はい、アントワープの駅からね、クリスマスマーケット最寄りの駅って言ってるんですかね、こちらのフルーンプラッツって書いてますね。こちらまで地下鉄でやってきました。トラムじゃないです、地下鉄ですね。地下鉄の9番15番でだいたい 4,5 分かな、3駅です。こちらから大聖堂側に歩いていく感じで行きたいと思ってるんですが、これ見てください。もうすでにあれですね、クリスマスマーケット出てます。じゃあクリスマスマーケットを見ながら、ですね、アントワープの視聴者前ぐらいにクリスマスツリーがあるらしいんで、それを見に行きましょうかね。それでは行きましょう。いや前回さ、ドラトムント行った時もそうなんですけども、今日も雨なんですよね。天気予報ではさ、ちょっと晴れるみたいなこと書いてあったんだけど、全くダメだ。あ、食べ物屋さんは相変わらずありますね。なんだ、あ、ソーセージかな、芋か。あ、ここもソーセージ屋さんですね。ドイツの方があれですね、ドルトムントの方がすごかったですね。あ、ここスケートリンクみたいになってるみたいですね。ちょっと覗いてみましょう。スケートリンク入り口がこんな感じですね。右側にワインバーかな、ウィンターバーか、グリーンワインがあるらしいんですけどね、さすがにこの後ね、レストランで食事したいんで、そこ行きましょうかね。で、見えますかね、これがあのスケートリンクです。小さめですけど、お子様が遊んでらっしゃいますね。おっさんはね、あの運動全くダメなんで苦手です。というわけで歩いていきましょう。この辺はね、ワッフルもあって、あ、ケボブ屋さんもある。なかなかいいね。匂いがね、めちゃくちゃ美味しそうな匂いするんですよね、ここ。まもなく大聖堂側かな、あそこにね、たくみさんがあるんですよ。おっさんの大好きなラーメン屋さんのたくみさん。こっちはね、たくみラーメンキッチンなんで、唐揚げとかエビフライとか乗った味噌ラーメンとか出してくるたくみさんです。こちらは私の苦手です。このね、大聖堂の裏側、反対側にですね、日本でもおなじみのチャーシューが乗ったラーメンを出してくれるたくみさんもありますので、よかったらどうぞ。はい、アントワープの大聖堂前ですね。うわすげえ。はい、大聖堂前までやってきました。いやね、風と雨がきつくてさ、なかなか取りづらいんですけども、到着でございます。クリスマスマーケットのマップはこんな感じになってるんですかね。いや雨降ってなければ最高なんですけどね。で、ここにネロパトさんがいます。わ、ネロパトさん踏んでる人おるわ、ひどいわ。はい、お久しぶりです、ネロパトさん。わあ、ダメだ、傘させないわ。ネロパトさん、ありがとうございました。いやね、風がきつくてさ、ネロパトさんとおっさんやりたかったんですけども、傘が壊れそうなんで、じゃあクリスマスマーケット向かいましょうか。はい、ネルパトさんから歩いてきましたよ。この辺もね、マーケットがあります。さすが雨、人がいね。12時オープンなんですよね。で、ここにね、アントワープの視聴者がありますので、表に回ってみましょう。お、クリスマスツリーありますよ。クリスマスツリー、あれですね、前回さ、ドルトムントで見たのがバカでかすぎてさ、ちょっと寂しい感じのクリスマスツリーではありますが、こんな感じでございます。この辺でマーケットやってるみたいなんですけども、人は少ないですね。じゃあ雨なんで、サクサクサクっと回ってきましょうかね。おそらくね、川沿いに観覧車があると思うんですよね。ちなみに、アントワープのクリスマスは12月の8日から来年のね、1月の7日だったかな、そこまでやってます。入ってるかな、入ってないかな、マーケットおっさんのフルーンプラッツって書いたここですね。ここから地下鉄乗って、このスケートリンクを抜けて、大聖堂を抜けて、このネロパトさんですね、ネロパトさん抜けて
今視聴者前、この後ろにね、みんな大好きブラボーの像ありますんで、あの手がないってやつですね。手がないじゃないな、誰かの手を引きちぎった人ですね。詳しい話は前回したと思うんで、それ見てください。ミュンスターのねクリスマスマーケット行った時はまだ完全にオープンじゃなかったんで人もいなかったです。ドルトムントは夜行ったこともあってすごい人でさ、めちゃくちゃでしたね。あの動画見ていただいたら分かると思うんですけども、ドルトムントの方はねクリスマスツリーも世界最大級の大きさで45メートルの高さですからね。ここはねもう視聴者より低いですからね。45メートルだったら視聴者の高さぐらいあるんじゃないかな。実際この視聴者の高さわからないんですけどね。あれ何これ、ジョーって、ジョーってなんだ。あ、このチョコレート屋さん、チョコレートミルクでノンアルコールって書いてあるな。グリューワイン売ってるところがあるはずなんですよね。それをねちょっとおっさん一杯飲んでからレストランに行きたいなと思うんですが、皆さん見てわかると思うんですけど、なかなか雨の中さ傘ささずに歩いてる人もいますから、なかなか頑張ってますよね。あれだね、雨降ってると人がいなくて見やすいけど、こっちも撮影大変ですね。そうしましたら視聴者の向こう側ちょっと歩いて川沿いに行ってみましょうかね。視聴者はこんな感じですね。久しぶりだな。去年の夏にね晴れた視聴者は見に来れたんですけども、それ以降はずっと雨です。残念。クリスマスツリーはどこに行っても素晴らしいですね。夜になるとねやはりライトアップされて綺麗になるのは分かってはいるんですが、夜はねブリュッセルの方に行く予定なので、ブリュッセルの方でライトアップ楽しみましょうかね。じゃあもうすぐしたら川ですね、向かいます。はい、ヘッドステインまでねやってきたんですけども、見渡す限りね観覧車なさそうなんですよね。観覧車はどっかにあるんでしょうけど、どこにあるんでしょうね。ないかもしれないな、このパターン。もうちょっと歩いて探してみます。はい、マップまでね戻ってきました。ですね、今あれです、ブラボーの像の前にあるマップにいます。この下側にね観覧車のマークがあるんで、ここまで行けば観覧車に出会えるのかな。どの辺だろうな。はい、調べました。実はですねこの観覧車がある場所、これね駅の横になります。アントワープのセントラルの駅の横になります。後ほど飯食ってから行きましょうかね。いやーこんなに広いと思わなかった。このマップじゃさそんな広くないじゃんって感じなんだけど、この観覧車のある場所はアントワープの駅の横になります。というわけでブリュッセル向かう途中で見ていきましょうかね。クリスマスツリーとおっさんどうでしょう。ちょっと見切れてますけど雨限界です。そうしましたら閉めましょうかね。アントワープのクリスマスマーケットいかがだったでしょうか。こっからねおっさんはブリュッセルに向かいます。でこの動画の後にですねブリュッセルのクリスマスマーケットの動画をくっつけたいなと思います。よろしくお願いします。それではブリュッセルでお会いしましょう。はい、どうもおっさんでございます。おっさんは今ねブリュッセルまで来ました。そうしましたらここから、ブリュッセルのクリスマスマーケット見に来たいなと思います。よろしくお願いします。何箇所かあるみたいです。まずグランプラスのとこ行って2箇所か3箇所ぐらいあるんで、それ回って締めはやつを見て締めましょうかね。よろしくお願いします。それではレッツゴー。こちら夜のライトアップは素晴らしいですね。めっちゃ綺麗やわこれ、素晴らしいです。そうしましたらこれまっすぐ抜けてグランプラス行きましょうかね。よろしくお願いします。はい、グランプラスまでやってまいりました。こんな感じですね。クリスマスツリーありますね。ちょっとやってみましょうか。こちらはね、クリスマスツリーがあるだけでショップとかそういうのはね別の広場にあるみたいですね。でクリスマスツリーです。こんな感じですね。あれですね、ドルトムントのさクリスマスツリーを見ちゃったからさ、すっげえ沈黙見えるわ。でこっちは何なんでしょうね。これ初めて見ますね。あ、待てよ、これアントワープにもこういうのあったな。何にするとこなんだろう、よくわからないですね。人はねやはりそんなに多くないですね。あのドルトムントの時はもうゴミゴミでしたけど、まあねショップがないから。あ、ライトアップされるとやっぱ綺麗は綺麗だな。でも低いからさそんなに見上げなくていいね。こんな感じでもうちょっと近づいてさ、
こういう角度はいいですね。クリスマスツリーとブルッセル市庁舎、クリスマスツリーとおっさん、どうでしょう。ちょっとね、入りづらいかな。こうかな。クリスマスツリーとおっさん、どうでしょう。はい、というわけでブリッセル市庁舎前から離れます。次はね、2カ所か3カ所ぐらい広場にマーケットが集まってるんで、それを見に行きましょうかね。よろしくお願いいたします。なかなかね、グランプラスも素晴らしいですね。前にね、あちら側にある建物の中に入ってるホテルに泊まったことあったんですけども、おっさん間違って動画消しちゃったんでないんですよね。またいつか泊まりに行きたいですね。はい、やってまいりました。こちらね、証券取引所の前になるのかな、後ろになるのかな、その辺はちょっとわからないんですけども、ここが証券取引所ですね。向こう側に回ることもできるんで、向こう側が本命かもしれませんけど、じゃあ歩いていきましょう。雨もね、止みました。幸せだわ。朝はさ、傘差しながらさ、修行みたいに撮ってましたけど、あ、これはグリューワインかな、これは違うのかな、ベルジャンコーヒーとか書いてあるな。コーヒーか、コーヒーもありだな。この辺はなんかいろいろ雑貨屋さんが入ってるね。いいね。あれですね、食事がそんなにないですね。食事は食事でなんか別のね、クリスマス広場にあるらしいですから、ちょっとそれを楽しみにしましょう。あ、なんかラーメンで書いてるとこラーメン寿司とかで書いてるとこあるけど、でここは冬の靴か、でこれマトリョシカかな、でアクセサリー。食べ物の匂いは全くしないですね。あれですね、見てると面白いですね。いろんなものが売ってあるわ。なんかムーミンみたいになるけど、あれムーミンのパチモンじゃないの。怒られるか、そんなかしたら。あ、すげえすげえ。こんな感じですね。このスタンドはすごい人が並んでますね。ここは何屋さんなんでしょう。これはあれなんですかね、ソーセージなんですかね。ソーセージにハンバーガー、チーズバーガー、ステーキ、スペアリブまでありますよ。こちらがね、証券取引所の前ですね。このスタンドは大人気だな。こちら側にはマーケットないみたいですね。で、こちら側にマーケットが続いていて、すごいライトアップされて、この先をまっすぐ行くとまた別のね、マーケットがあるみたいです。あ、この辺からあれですね、本格的に食べ物屋が増えてきたね。ドルトムント行った時はさ、あの皆さん土砂降りの中で飯食ってましたけど、あ、なかなかこういうの惹かれますよね。ここはあ、グリーンワインありますね。ビア、バブルティー、何でもありだな。日本の大阪の縁日みたいな感じですね。あ、ここら辺は美味しそうなものがいっぱいあるわ。あのね、ドイツのクリスマスマーケットとは違う匂いがしますね。海鮮のね、うまそうな匂いがします。こんな感じかな。お、クリスマスウィンターって書いてます。この辺をずっとまっすぐ行ってもマーケットがあるみたいです。ここにさ、ノーゼイって書いてるじゃないですか。ここはあのシーフードレストランなんですけども、今日は閉まってるのかな、早いのかな、閉まるの。まだね、6時ぐらいなんですけど閉まってますね。閉まってるかなと思ったけど、これあれかね、このマーケット側に出てるんですかね。というわけで次のマーケットですね、サントカトリーヌ広場っていうのかな。これだけじゃないと思うんですよね。もうちょっとね、この辺にフィッシュマーケットがあって、おっさんもね、昔に行ったことあるような気がするんですよね。で、そのね、フィッシュマーケットにクリスマスマーケットが出てんじゃないかなとちょっと思っております。で、いきなり来てね、このメリーゴーランドみたいなやつ、なかなか素晴らしいよね。怖いメリーゴーランドだな。なかなかホラーチックなメリーゴーランドですね。あのダチョウの目とかめっちゃ怖いよ。というわけでマーケットがあって、このね、マーケットの中心にね、すごい教会がありますね。この紫の教会、実際紫ではないんですけど、あ、いいな、あ、あのビール飲みてえな。なかなかビールも惹かれます。
餃子に焼きそばに、でこっちはバーか、グリューワインがあるかな。あとで一杯飲みたいんですよね。レギュームって書いてるから野菜か。ここなんかめちゃくちゃ並んでますけど、何屋さんなんでしょう。こちらなんですけども、ワインを買ってコップがねちょっと変わったコップなんですよね。でそのコップをね飲み終わった後に返すとお金が返ってくるみたいですね。そういうの書いてあるかな。ドルトムントの時もさ書いてなくてよくわからなくてさ、あれってなったんですけど、ちょっとわからないですね。まあ後で来てみましょう。素晴らしい教会でございます。紫にライトアップってなかなかないよね。フィッシュマーケットがねこの教会の向こう側になります。ちょっと見てみましょう。はい、サントカトリーヌ広場にやってまいりました。ここねフィッシュマーケットが出る場所だったと思います。で向こう側にでっかい観覧車がありますよね。向こうまで行ってみましょう。このマーケットを抜けていきましょうかね。ここはね一番広いのかな、ショップ的に。ここはグリューワインの店かな。あれですね、グリューワイン1杯4ユーロかな。さすがにあれですね、この辺は人がいっぱいですね。さっきのあのグランプラスのクリスマスツリーの部分より人がいっぱいいますね。ここは蜂蜜蜜ろう屋さんですね。ここはあれですね、ドイツにもありましたね。で石鹸とかね香水とかそういうのも売ってますね。あとグリューワインさっき4ユーロと言いましたけど、ドルトムントの方は 3.5 ユーロでしたね。あっちのはなんかあのジョッキみたいな、ちっちゃいジョッキみたいなのが入ってておしゃれだったんですけど、こっちはねクリスマス柄のプラスチックのコップになってましたね。ここは生ハム屋さんかな。違う、ここはチーズ屋さんだ。これラクレットチーズかな、上炙って削ってパンに乗っけるやつ。パンチありそうだな。ちなみにこの下はサントカトリーヌ広場の地下鉄になってますので、来るときは地下鉄で来てもいいですけど、めちゃ混んでそうな気もします。まあクリスマスマーケットね、グランプラスから始まってここまで歩いてくるのにそんな遠くないんで全然問題ないと思いますよ。あ、いいね、こういうさ屋根がある立ち飲み屋。なかなかドルトムントの時はさ、もう立って食べてましたり、雨の中食べてる人がいたり、悲劇悲劇ですよね。あ、白クマがいる。ちょっとおっさん白クマ見ていこうか。なんだこれ全然読めないわ。ボーテリー、ボーテレってな、どういう意味なんだろうな。1なんかが7ユーロなんでしょうね。白熊屋さん、これパッと見あれですね、ソーセージとかサラミとか売ってる店ですね。ワッフル屋さん、ワッフルおっちゃんが必死に作ってるわ。なかなか素晴らしい。あ、指名のコーナーがあるよ。マジか、これは。あ、これ指名のコーナーやばいよ。わ、すげえ、5個プラス1個で25ユーロだって。6杯のビール25ユーロだって。あとはねチーズか、ポーションフロマージュシメイって書いてますね。なかなか惹かれるものがあるな。甘い匂いとさ、ソーセージのグリルの匂い、あと少し感じる赤ワインの匂いね。これ何屋さん、これじゃがいもを炒めた、じゃがいもとチーズで炒めた感じの匂いがしましたね。だんだん観覧車が近づいてきましたよ。ちなみにブリュッセルのねクリスマスマーケットは11月の24日から12月の31日までやってるみたいですね。なかなかさ、何これっていうのが多いんで、ああソーセージあるわ、めっちゃ美味しそうだあれ。ああなるほど、ドルトムントにもありましたね、こういうバーみたいなとこ。あ、あ、ステラか、ステラ10杯買えば1杯フリーだって。10杯って宴会用だよ、11人で来て1人分ただみたいな感じだった。わたあめか、いやりんご飴だな、りんご飴。あ、わたあめもあるな、わたあめの機械あったな。あ、オーメルだ。
このビールも美味しいんだよ。アルコールきついけどね、なかなか新鮮ですね。あ、この辺は人がだいぶ減ったな。向こうがめちゃくちゃ人いっぱいいたんですけど、ここは白熊屋さん。白熊屋さんではないけど、お菓子とかグミとか飴とか売ってますね。あ、来ました来ました、やってきましたよ、大観覧車。めちゃくちゃ明るいわ、素晴らしいね。毛皮とか売ってるわ、毛皮、ワッフル。いやー、こういうところでもね、食べるのもありかなと思ったんですけども、せっかくブリュッセル来たらさ、レストランで食べたいなっていうのもあるんですよね。まあグリューワインだけは飲みますけどね、あれだけちょっと楽しみなんで。はい、観覧車の下までやってまいりました。でっけえよね、目チカチカするね。昔ポケモンでチカチカする事件ありましたよね。あれ言ったらあかんのかな。じゃあひとまずこちらまで来ましたので、次のクリスマスマーケットまで行きましょうかね。サンカトリーヌ広場の横側にですね、こちらにもね、ショーポーションのクリスマスマーケットがありますね。ちょっと覗いてみましょうか。このね、教会の裏です。なかなか、あ、こっちはこじんまりしてていいですね、ガヤガヤしてないから。カナダの国旗があったりするのはなんでなんでしょうね。お、いいね、雨宿りできる。あ、英語でも書いてありますね。コムヘッドってことはオランダ語でも書いてますね。こんだけの会社が参加してるのかね。エアカナダが入ってるのがなかなか面白いな。わ、ここはビールショップかワインショップか、惹かれるな。こんな感じでございます。飛行機飛んでるみたいですね、あそこら辺に。めっちゃ暗くて見えないけど。はい、サントカトリーヌ広場から少し歩いてきましたよ。ここら辺もね、少しだけ、少しではないな、結構豪華なものがありますね。これはあれですね、乗り物を酔いするやつですね。誰も乗ってないですね。もうでもクリスマスカラーって感じはいいですね、なかなか。お、向こう側に何かあるのかな。あ、もしかしたらあれかな、スケートリンクでもあるのかな。向こう側、アントワープにもありましたよね、スケートリンクは基本なのかね。はい、次のクリスマスマーケットやってまいりました。こちらはね、なんていう場所だろう、フラーツ、うん、わからないな。ここはね、ちょっと調べられなかったんで、後でなんかマップみたいなのがダウンロードできるみたいなんで、それちょっと見てみましょうかね。この辺もあれですね、食べ物屋が多くていいですね。多分あの奥にあるのはスケートリンクじゃないかなと思ってはいるんですが、どうでしょうか。なかなかいいね、ちょっと見てみましょうか。あ、メトロポール、こちらおさむね。泊まってみたかったホテルの一つなんですよね、このメトロポール。今潰れてるみたいです。潰れてんのかな、改装工事中なのかな。でも見た感じだとやってないんで、潰れてるって言ったらおかしいけど、潰れてるのかな。あ、スケートリンクですね、こっちから見えるかな。あ、すげえすげえ、すごいね、寒いだろうな。なかなか楽しそうで、よか場合ですね。はい、次の目的地のね、クリスマスマーケットはあちらにあるんですが、そちらの前にね、バカでかいユニクロがありますね。アムステルダムにもユニクロはあるんですけども、それよりでかいかな。デンハーグのやつはそんなに大きくないからね。というわけで、向こう側のクリスマスマーケット行きましょうか。こちらね、向こう側にあるのはモネ劇場ですね。モネ劇場の前にあるクリスマスマーケットですね。おお、すげえすげえ、こういう長いパターンはなかなか見ないから新鮮だな。あ、でもこれさっきもあったか、あの白熊のなんか甘そうなお菓子売ってるとこですよね。なかなか甘いもんは
買わないからな。劇場はここか。劇場までやってきましたよと。だけどね、クリスマスマーケットはそんなに大きくないかな。チョコレートフォンデュ、劇場があって、劇場はこんな感じです。素晴らしいね、ライトアップされてさ。こんな感じですね。よし、じゃあ一杯グリューワイン飲んで最終目的地行きましょうかね。はい、おっさんでございます。グリューワイン買ってきました。いやー寒いっすね。香りがいいね、美味しそうだ。いただきます。前も思ったんですけどめちゃくちゃ暑いんですよね。一通りね、ブリュッセルのクリスマスマーケットをさーっと流してみましたけど、いかがだったでしょうか。アントワープの方はさ、もう土砂降りでさ、あんまり綺麗に映せなかったんですけど、こっちはまあ、こっちはちょっと人多いからね、人ばっかり映してる可能性もありますけど、観覧車とかクリスマスツリーとかね、映すことができたと思います。いやでもあれですね、ドルトムントのクリスマスツリーはすごいんだなと思いましたね。めちゃくちゃでかかったからね。これね、エコカップ、プラスチックのカップなんですよ。でこれを返せば1ユーロ戻ってくるんで、1杯4ユーロプラス1ユーロ5ユーロってとこですね。おっさんはもうこのカップ1ユーロなんで、もうこのまま持って帰って部屋で飲もうかな。ちょっと暑すぎて飲めないんだけどさ、ちょっと落ち着くまでゆっくりしましょうかね。ここからね、最終目的地なんですけども、最終目的地はね、皆さんもご存知の小便小僧でございます。小便小僧一回見に行ったことあるじゃないですか。今ねクリスマスなんで、クリスマスの服装させられてるんですよね、おそらく。それをちょっと見てみたい。暑い。こんだけね気温寒くてもね、なかなか冷めないんですね。結構ね人気なのか、いっぱい並んで買っていってましたね。あそこはねグリューワイン以外にもボトルのワインとかも置いてあって、ウイスキーとかも、それも店頭販売してるみたいですね。じゃあこっからとぼとぼ歩きながら小便構造行きましょうかね。よろしくお願いします。それではお会いしましょう。はい、やってきました、小便構造です。おっさんさん、これクリスマスの服着てると思ったんですけど、着てなかったですね。脱がされたか、残念。そうしましたらホテル帰って閉めましょうかね。ワイン飲み切りましたよ。これはもらって帰ろうかね。デポジット1ユーロだからね。小便小僧からね、帰る途中にこのゴレンジャーみたいな小便小僧がいるのはなかなかウケますよね。こちらの店なんですけども、台湾行った時に見たような気がするんですよね。あ、書いてある、幸福堂。これ台湾のタピオカミルクティーの店ですよね。へえ、ここにあるんだ、面白いですね。はい、どうもおっさんでございます。マーケットいかがだったでしょうか。ブリュッセルとアントワープ両方行きました。やっぱりね、あれですね、クリスマスマーケットは夜行ってこそなんぼって感じがしましたね。やっぱりクリスマスツリーがさ、ライトアップされるのなかなか綺麗でしたよね、ブリュッセルは。あと雨止んでたのがね、良かったです。アントワープはね、土砂降りでしたからね、どうしようもなかったですね。そうしましたらクリスマスマーケットは以上になります。ご視聴ありがとうございました。次回の動画は食事動画になります。よかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。